メコンデルタは、ドイツ出身のスラッシュ、プログレッシブメタルバンド。1985年、音楽エンジニアであるラルフ・ヒューベルトを主催に結成。スラッシュメタルとクラシック音楽をクロスオーバーさせた、独特のテクニカルサウンドを展開している。もともとは、ジャーマンメタルバンド、レイジの前身、アベンジャー。アベンジャーの音楽エンジニアであったラルフ・ヒューベルトが、同メンバーのヨルグ・マイケルと、 意気統合して始まった音楽プロジェクトが原点だった。二人で1985年から制作に着手し、途中からレイジの同僚 PB ワグナーも、一時期協力する。そしてヒューベルト自身も、ビョルニクルンドという変名を使用して、プレイヤーとしても名を連ねた。デビューアルバムのラインナップには、ジャーマンスラッシュバンド、リビングデスのギタリストたちが参加した。 ヒューベルト以外のメンバーも編名でクレジットされ、まるで覆面バンドのような様相だった。これは、ヒューベルトとヨルグ・マイケルは所属する、レコード会社が異なるため、外部からの干渉を回避するための措置であった。また当初は作品のみのプロジェクトであったため、ライブ活動を始めた1990年代初頭頃に、実態を明かすまでは、ヒューベルトとエクルンドも別人と認識されていた。 自作以降からクラシック音楽により接近するようになり、スラッシュメタルとクロスオーバーさせた前衛的でテクニカルなスタイルを確立させる。ライブアルバム、ライブアットアンエキシビジョン発表の頃からメンバーも固定されて順調に制作を続け、1996年、近世作曲家ムソルグスキーの代表作である展覧会の絵を再現した。 フルカバー作品を集大成として、翌年にバンド活動を休止した。2006年、ヒューベルトは新たなラインナップで10年ぶりにバンド活動を再開し、2007年に復活アルバム、ラーキング・フィアーを発表。以前と遜色のないスタイルを見せた。翌年には、ライブツアーが可能なメンバーに交代させ、2014年までコンスタントに作品をリリースする。 またしばらく途絶えていたが、2018年に旧メンバーが復帰した頃から活動を再開。2020年6年ぶりとなる12 t h アルバム Tales of A Future Past をリリースした。リトアニア・バルニアイ公演デビュー当初はテクニカルなスラッシュメタルの範疇に過ぎなかったが、ラルフ・ヒューベルトは1970年代のプログレッシブロックバンドエマーソン・レイク パーマーのカバー作品、展覧会の絵を意識しており、自身もファーストアルバムで原曲、展覧会の絵からの一曲をカバーしている。セカンドアルバム以降から、クラシック音楽とのクロスオーバー化が進み、特に上記ムソルグスキー作品などのカバーをベースとした、前衛的なテクニカルサウンドに変化していった。また、ネオクラシカルメタルやシンフォニックメタル勢などに見られる、 鍵盤楽器は使用せず、組曲をすべてギターベースドラムで実践している。1990年代初頭に音楽評論家の間では、このようなテクニカルサウンドは、スタジオ編集だからこそ可能であって、ライブで再現するのは困難だろうと疑問視されていた。しかし、1991年のライブアルバム、ライブアットアンエキシビジョンで高度な演奏力を実証してみせ、 批評を払拭している。2019年時点1980年代末頃までは、ヒューベルト以外のメンバーも変名を名乗っていた時期がある。オリジナルアルバムライブアルバムコンピレーション。ありがとうございます。